INI ロックス。今夜は初のゲスト講師、うん、池崎リヒト先生が来講してくれます。はい。ヒロムの部屋にリヒトがやってくるのね。なんか仲良しなのよ、この二人。まあ、いや、そうだよ。仲はいいけど、なんか今日ともその、急な下呼びがあんまり俺はしっくり来ないというか。リヒロムが集合しますね。すごいね、なんか。遊びに行きたい。この部屋に。遊びに行きたいよ、私も。まあ、ほら、京都みたいにね、待ち遠しい生徒も多いと思うから、早速行きましょうか。はい、INI ロックス。ヒロム先生、こんばんは。私が思うに、INI の中でもヒロム先生はよく、池崎リヒト君に溺愛されているな、というのを感じているので、いつかゲストに来てもらいたいです。とのことですけれども。はい、ゲストに来ました。ありがとうございます。はい、ということで、今日の授業には初のゲストが来てくれました。はい、皆さん、はじめまして、INI の、福岡県出身、池崎リヒトです。よろしくお願いします。盛り上がりますね。教室が。そうなんですよ。嬉しいわ。盛り上がるんですよ。すごいわ。はい。ということでね、一応ここでは、ヒロム、先生なんですよ。はいはいはい。いいじゃないですか、ちょっと。なんかね、でもね、いつもとなんかちょっとやっぱトーンがね、なんというか。ちょっと明るめだよね。明るいっすか。いや、いいよ、それが。簡単に、リヒトと、はいはい、まあ俺、高塚博文とのね、うんうん、関係を説明しますと、同じ、まあ、まず、同じ INI のメンバーで、はい、まあ、その中でも、随一の仲良し書いてるいや、随一の仲良しだよ。ですね。そうだよ。うん、もちろん。そう思ってくれてるのかな、うん。わ思ってありがとうございます。はい。ファンからもね、はい、まあ、リヒロムっていう、はいはい、まあ、名前で呼んでいただいてますね。呼んでいただいてますね、はい、これ。イントネーションがちょっとわかんないですけど。リヒロム、いや、もう。リヒロムそれぞれでいいんじゃない、どっちだと思ってた。俺はリヒロムって言ってたかも。リヒロムですね。うん、はいはい。はい。一回福岡に二人で、うん、プロモーションに行った時あったんですけど、その時はね、俺はちょっとリヒトの実家にね、うんうん、お邪魔させていただいた時もありましたね。はい、そうそうそう、俺がね、提案して、前日ちょっと普通に前乗りして、俺んち来んみたいな、うん、そういう思い出もあります。楽しかったな、あれ。よかった、また、うん。またね、あればいいんだけど、ね。また行きたいっすね。いや、来てください。はい。あと、うん、ここ、チュータイルームナンバー5って言うんですけど。ナンバー5、はい。はい。ここに来たっていうことは、はい。リヒトもチューターです。あ、俺もチューターか。そうです。いや、まあまあ、ほぼ先生みたいなもんだよね。そうだよ。うわー。威厳を見せます、チューターの。はい。はい、Attention everyone! INI Locks! Starring INI! みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろむです。月の5週目にだけ開出するチュータールームナンバー5から、今日はリヒト先生と一緒に授業を届けていきます。よろしくお願いします。リヒトチューターです。リヒトチューターですね。いやいやいや、なかなかね、新鮮ですね、こうやってひろむくんと二人で。うん、しかもチューターとして、うん、授業を受けさせて、違う授業を届けるんだ、届けるんです、受ける側じゃないですね、受ける側ではないです、ちょっと緊張しますがよろしくお願いしますはい、そんなリヒトが来てくれましたけど、うん、本日8月30日は池崎リヒトの誕生日です、よーい、イエーイ、ありがとうございます。ハッピーバースデー、おー、なんか歌ってるやん、ハッピーバースデー、おー、こんな花を用意までしてくださって、はい、うわー、綺麗、誕生日おめでとう、ありがとうございます、かわいい、なんかね、今紫というかネイビーの花束を、ネイビーです、紫じゃないです、紫じゃないね、ネイビーの花束もらいました、今、嬉しい、メンバーカラーのね、いや、メンバーカラー、そうそうそう、ありがとうございます、はい、ということでね、今日で何歳になりました、はい、今日でね、21歳です。21歳、はい、うん、21歳の抱負聞いちゃおうかな。抱負ね、そうですね、でも今年はね、たくさんのねことがね、まだまだありますから、それに向けて気合を入れてね、年末のツアーとかにも頑張るのもありますし、そうですね、来年22歳になるまでには実力面、うん、スキルアップしていきたいと思います。あと
あと何回かチューターとして来たいです。おお、来て来て。いや、ぜひ。生徒もみんなね、多分楽しみにしてるから。おお、 俺の席だけ奪わなければいい。生徒のみんなに会いたいから。そうですね、わかりました。はい、はい、ということで今夜は21歳の誕生日を迎えたリヒトと一緒に授業をしていきます。よろしくお願いします。本日リヒトと一緒に授業をするのはリヒトズパスワード。はい、ということでね、今日誕生日を迎えたリヒトとは一体どういう人間なのかを紐解く3つのパスワードを僕高塚ひろむが教えます。おお、パスワードね。そう、考えてくれたんだ。考えましたよ。いやー、嬉しいですね。じゃあ早速ね、はいはい、黒板に、あ、なるほど、3つのパスワード書いてきます。今から書いてくれる、ね、はい、書いてきます。はい、え、いつも黒板使うんだ。いつも黒板使う。ああ、なるほど。学校だから。そうだよね、学校だから。おお、豪快ですね。よっしゃい、オッケー、書きました。びっくりマークが小さい。はい、それではまず一つ目のパスワード読み上げます。お願いします。イケボ。おお、もうリヒトと言って、リヒトといえばもうこれでしょう。本当ですか。うん、まあ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 低いですよね。もうだってみんなにもね声聞いてもらって、はいはい、もう分かる通り、もういやいやいや、イケボなんで。ありがとうございます。もう曲の中でももうぶっかましラップしてるんですよ。いや、ありがとうございます。うん、もう本当にね。でもね、ヒロム君もね、歌う時は高音だけど割と喋る時のトーン低めだよ ね。そうそうそう、割と低めだね。そうだよね、うん、だからまあイケボですよ、あなたも。チューター、いいえいいえ、イケボチューターやっていきましょう。あ、あれ、あ、そうです。はい、どんな時、はい、低音ボイス生きてきます、今までの人生でさ、あ、低音ボイスでよかったなって思うタイミング。はい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 、覚えてもらいやすいね。うんうん、うん、初見の人とかに、あとバイトしてた時も「お兄さん声いいっすね」みたいなお客さんが言われて。おお、でもちょっとその時は全然ちょっとコミュ力なかったから。いや、もうほんと人を引きつける声をしてるよね。いや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 、そんなことないですよ。いや、本当にその通りですよ。ありがとうございます。はい、それでは2つ目のワードいきましょう。はい、もうじゃんじゃんいきますよ。いや、じゃんじゃんいかなきゃね。じゃんじゃんいきます。はい、はい、よっしゃ、書きました、はい、おお、二つ目のパスワード読み上げます。お願いします。芸術家。おお、はい、ということでね、リヒトはね、はい、もう低音ボイスだし、はい、もう顔も素晴らしいビジュアルなんですけど、はい、なんといってもね、はい、芸術センスもすごいんです。おお、嬉しいですね、それは褒めてもらえるの。もう本当にそれはマジで思うね、うん、本当、うん、似顔絵もね、はいはい、もういろんな人の似顔絵も描くし。そうですね、それがもう絶妙に似てるしね。そうね、そう、笑える感じのね。そう、あとね、本当になんかちょちょって描いた絵がね、え、うまっみたいな。本当？絵ばっかな。いや、俺的にはね、全然ヒロム君とかも全然うまい。いやいやいや、マジでマジで、いやいや、そんなことないですよ。いやいやいや、もうリヒトはもう本当にすごい。本当？ありがとう。どこで、はい、その芸術センスを身につけたんですか。いや、わかんないな。でもマジで幼稚園の時から絵ばっか描いてて、うんうん、幼稚園の時はひたすらドラゴンの絵描いてたね。お、そうで、普通にもう絵描くのが好きでさ、家でも、はい、幼稚園でもずっと描いてて、はいはい、でもうそっからずっと好きかな。なるほどね。なんか高校の時とかも夏休み気づいたら朝まで絵描いてたこととか、すごっ。あったりもしましたので、好きなんだろうね。好きなんだね、はいはい、そういうことだね、うん、いや、素晴らしいですよ。ぜひもうリヒトの絵見てほしいですね。ありがとうございます、はい、それではラスト3つ目。はい、もう3つ目はね、もう大事なことだから黄色で描いちゃう。はい、黄色で描いちゃうんですよ。3つ目が一番大事なんだ、ね、うん、3つ目が一番大事。はい、OK、 はい、はい、それでは発表します。お願いします。3つ目のパスワード、ギャップ。おー、はい、おい、でも本当、なんといってもこれですよ。本当ですか。はい、まあ、さっきも言ってたけど、まあ、見た目と年齢のギャップはまあすごいでしょ。はいはい、すごいですけど。はい、はい、あのね、
それだけじゃないですよ、ギャップは。マジで？内面もギャップですよ。はいはい、全然そんなあんま言われたことないな。いや、そう、これは俺がすごい思うことだけど、はい、すごい落ち着いて、おとなしいっていう印象を多分、リヒトを初めて見た人はね、受けると思うんだけどね。はいはいはい、もう実はもう、めちゃめちゃピュアで可愛らしいんですよ。いやいや、はい、大人らしい。ほんとっすか？大人っぽいけど、いや、俺のね、はい、俺可愛いエピソード1個あるんだよ、リヒトの。おい、やめろ。はい、よく、SNS とか見てさ、はいはい、YouTube とかさ、はいはい、見て、面白いのとかあるじゃん。はいはい、あったら、面白い、はい、片っ端から会う人に、はいはい、リヒトが、これ面白くない？これ面白いじゃんって。これ面白くないとかやるのが俺毎回現場にいて本当に面白いんだよね。うわマジか。 TikTok のさ、はい、面白い加工のやつ見つけた時とかもさ、はい、片っ端からやっていくじゃん。メンバー11人全員にあ、なんならスタッフさんにもやって。うわ確かにやるかも。それをさ、いやまだ別の場所でいろんな人にやるのならいいんだけど、はい、俺ら別に現場一緒にいるし、一緒だわ。もう11回同じ、リヒトが同じこと言ってんのを見てるのがね、すごい、俺はね、面白い。これ、そうなんだ。めっちゃみんなにやってんだ。そう。あんま気づかなかった。あんま気づいてないんだろうな、と思って。はいはいはい。うわそういうのがなんかすごい、ちっちゃい子がなんかその、確かに。お母さんとかに、ママ見てみたいな感じで、やる、みたいな感じがして、すごい。ちびっこみたいなことしてんな。かわいいなと思って。いやいや、テレテレしちゃいますよ。テレテレテレ。自分でも可愛いと思います？いや全然思いませんいやいいとこだよ。何やってんだろう。いいとこ、そうやってなんか自分がその楽しいって思ったことをそうやっていろんな人に共有してくれるの、はいはい、いいとこです。いやありがとうございます。嬉しいっすよ。照れますねはい、ということでね、これを機にリヒトの魅力に気づいて、リヒトの沼にハマっていただけたら嬉しいです、俺は。ああ、嬉しいです、俺も。普通に照れちゃった。改めて、21歳の誕生日おめでとう。ありがとう。はい。そして明日もリヒトと一緒に授業を届けていきます。イエーイ。ということで初めてのチュータールームでしたけど、どうでした？いやーちょっと普通に楽しんじゃって、これ授業になってるのか分かんないですけど。楽しいよね。うん、楽しい楽しい。なんか俺もいつも一人だからさ、はいはいはい、なんかすごい楽しい相手がいて嬉しいよね先生もこんな気持ちなのかな普通の学校の。ああなるほど、ね、確かにやっぱ生徒もいっぱい来てくれた方が嬉しいんだよ ね嬉しいよね多分ね、うん、はいはい、ということでクローブロックのチューター、 INI 高塚ひろむと池崎理人でした。いやちょっと、うん、理人先生、はい、どんな感じというか、うん、まず第一印象、声がいいね。いい声だった。なんかさ、こんな直接声をさ、うん、聞くこともないじゃん長時間、はいはい、あんな、なんかダンディーな、ダンディーなね、ね、感じがね。もうちょっとこう明るいさ、キラッとした感じかなと思ったら、うんうんうん、ちょっとこう男臭さとか入ってて、ね、ドキドキしちゃった。なんかすごくね、耳元で近くで囁かれてる感じがして、なんか胸が持ってかれちゃったわね。多いんじゃない、教頭と同じ気持ちの生徒。いやだと思う。あとやっぱ2人のさ、可愛いじゃれ合いがもう、まあね、ちょっと私大好きだったわ。じゃれ合えるって才能だと思わない？いやそうね、本当に。うん、なんかその性質を持った人同士じゃないとできないじゃん、うん、それって。そうだね、そう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 、なんか似てる部分ありそうだねこの二人はね。そうだね、うんうんうん、かわいかった。いいね、21歳の誕生日ということでね、改めておめでとうございます。ね、おめでとうございます。さあ、明日もリヒト先生と一緒に授業を届けてくれるとのことです。 INI 高塚ひろむ先生とはまた明日。